サムネが小林だから、小林リオだと思ったか。残念、レイヤちゃんでした。今回はお布施の投げ銭メッセージに回答していきます。ツインテ撲滅委員会のポニテの民ピロリ様、ありがとうございます。なんだこの名前は、喧嘩売ってんのかピロリ。レイヤであいうえお作文作ってきました。レイは納豆、いいよ来いよ、穴兄弟。いやなんなんですかこのクッソ雑なあいうえお作文は、一体どういうリアクションを期待しているんですか。単語のチョイスが適当すぎる。いいよ来いよとか数字だし、まあ多分この人穴兄弟って言いたかっただけでしょうね多分。だってそれ以外考えられないでしょ。とりあえずピロリ、お前ケツ穴確定な。バーチャル種付けおじさん様、ありがとうございます。メッセージを読みいただきありがとうございます。先日投稿した底辺 VTuber のものです。どうやら夢ニャンの熱狂的ファンたちもレイヤちゃんの動画を見ていたらしく、心温まるお便りを DM でいただきました。以下の通りです。公衆の面前での告白はセクハラに当たります。訴えられますよ。名前を変えてください。何ですか種付けって、女性は子供を作る道具ではありません。あなたみたいな人がいるから日本から性犯罪がなくならないんです。とうとう、温泉娘の件でもそうですが、世の中にはリアルとフィクションの区別がついてない人が、本当にいるんだなと再認識させられました。私のキャラはただの設定であり、実際にやろうものなら犯罪で捕まってしまうことは、周知のことですし、夢ニャンの愛の告白動画も明らかにネタだとわかることですよね。幸いなことに暇空茜氏の誹謗中傷への対応が抑止力となって影響しているかわかりませんが、直接的な誹謗中傷はありませんでした。ですがもう相手にするのも面倒くさくなってきたので愛の告白動画は断念しようと思います。レイヤちゃんこか、時事系 YouTuber や VTuber のジャーナリズム精神には敬服します。これからも社会の闇に物申す動画を楽しみにしてます。高額投げ銭ありがとうございます。すごく真っ当な文章なんですけれども、読んでるとどうしてもあのクソ汚い絵面が浮かんできてしまいますね。品性を疑う名前なのに文章は極めて真面目という、いつもの変態どもとは大違いですね。マジでそんな DM 来たんですか。いちいち鬱陶しい方々ですね。昔からいますけど現実と虚構の区別がつかない人の方がよっぽど犯罪者予備軍ですよね。ゲームやりすぎると人丸死になりやすいみたいな話と同じです。コラボ用語クラスターは話が通じない人が多いので無言ブロックが無難な対応でしょうか。YouTuber も訴えられるリスクありますからね。ただこれだけ数が多いと訴えられるリスクが分散するっていうのはあるかも。これからも行き過ぎないように気をつけて動画投稿頑張っていきます。ピロシ様、高額投げ銭ありがとうございます。親愛なる赤木レイヤ様つよつよ PC ご購入おめでとうございます。私も年末にリゼンの7000番台の購入を検討したのですが、予算面で断念しました。まだエイムもプラットフォームは割高ですが、その分長く使えると思います。快適な動画作成環境がレイヤ様と共にあらんことを。いいですねピロシ。今回は真面目な文章ですね。よし、今回は下ネタはなしだな。本題はさておき下ネタに入ります。東京都でも設置が義務化されるソーラーパネルですが、最近は大半がチベット周辺で生産されており、強制労働などきな臭い噂もあるようです。もし本当だとしたらチベットはもっと国力をつけて対抗すべきであり、第一次産業に力を入れるべきだと私は考えました。いや別に下ネタに入らなくてもいいんですよ。何皆さんお待ちかねみたいな雰囲気出してるんですか。やめてくださいよ本当に。そこでチベットの主要な作物を調べてみると、チマルコ麦というのがありました。チマルコは大麦類の農産物の一種で、チベット地区に栽培面積が最大生産量が一番多いそうです。さらにここ数年チマルコの保険機能が世界に認められ、チマルコの生産に関心が寄せられているそうです。またチマルコは日本でも栽培されているようです。これです。日本はチベットと手を取り合ってチマルコを大きく普及させるべきだと思いました。敏感だか誰だかも私には夢がある。いつの日かバリ島の金丸マーニ高原で日本の男の子とチベットの男の子が友愛のテーブルを囲んでチマルコ麦を口いっぱい頬張ることを私は夢見るみたいなことを言っていた気がします。おいやめろや、敏感が変態みたいに見えるやんけ。あくまで小麦を口に入れてるだけなので。あ、真面目な話ばかりで下ネタを書くのを忘れそうになりました。うんこちんちん。はぁー、袖かため息。金丸マーニ高原で画像検索したら美しい雄大な景色が広がってて草生えた。金丸マ高原って綺麗なんですね。つよつよ PC マジ快適ですよ。3分くらいの動画だったら一瞬で書き出せるんで、つよつよ PC が購入できたのも皆様のおかげです。お前の血丸小麦を収穫してやろうか。好きあらば自分語り様、ありがとうございます。こないだのアベマのコラボのやつで例えに出てきた、健康診断で再検査って言われちゃったら大丈夫とは思わないですねという言葉でと思い出したのですが、レイヤ様は健康診断で再検査と言われたことがありますか？あまり詳しくは言えませんがありますね。その時は大したことなくてよかったですけどやっぱり不安でした。彼女は結構レスバ強そうな感じがしますね。敵に回したらダメなタイプだと思います。自分は高校生の頃、兼業で再検査と一度言われたことがあります。再検査の結果なんともなかったのですが、採用の1日前に自家発電をしたのが悪かったのかな、と思って再検査の時は我慢した覚えがあります。いや何をしとんねん君は。一日ぐらい我慢しなさいよ。どんだけ自家発電したいんですか。いやでもね、2、3日ほど間を空けてから自家発電すると発電の効率が上がっているような気がします。一度試してみてください。健康診断から何ちゅう連想してるんですかあなたは。しかし再検査は問題なかったということはやっぱり自家発電が原因なんでしょうかね。また一つ無駄な知識が増えてしまいました。皆様わざわざ外部サイトでの投げ銭と楽しいメッセージを本当にありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。